はい、どうぞんちゃー。今回使っていくのはねえ、ウルトラマンコスモスって10回言ってみて。ウルトラマンコスモス、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 ウルトラマンコスモス。じゃあこいつらはウルトラビーストを使ってやっていこうと思うんですけど、まあね、過去作尖った鈴口で暴れ回っていたただでさえ強い UB がね、今回の世代からは新規技習得&ダイマックスととにかく相性が良すぎるといった感じで、 KID さん対戦よろしくお願いします。前回の化石パーティーの時も言ったかもしれないんですけど、この UB もねまたデザインがめちゃくちゃいいんですよ。これ考えた人、電樹木とかさ、あのズガドーン積んで積んでとか考えた人頭の構造どうなってんねんって思うんだけど、フェローチ出していく。さあドラパルド、お前が最速の世代はもう終わったんだぜそれは151から繰り出されるトリプルアクセル新規習得しました。インファイトも覚えてるんでね。さあ浅田真央、織田信成、錦織圭、オッケー3人もアイススケート選手思い浮かばなかった。エア系をかましていって、エレキネットとかも、まあ、ダイマックスアザー使っていけば苦手なねギャラドスとかにも打点を持てるという観点、そしてこのウルトラビースト特有のビーストブーストが全力性能高いんですよね。でもってウルカモース、飛び膝蹴りとか気合玉をもう命中不安定で打たなくなったっていうのがいいですね。さあここ気合助け持ってるんで、一旦どうせこれあれだろ、蝶の舞かなんか待っちゃいましょうみたいな感じだと思うので、後ろを引きましょうか。スカーフかっていうかスカーフウルガモスとか存在するのか分かんないけど、ウツロイドで一方的に殴っていけそうだから、ここはトンボ返りで引きましょう。エレキネットで一生素早さを下げ続けるっていうのもありなんですけど、さあここ A とね C が両方とも137だっけな、めちゃくちゃ高いんで両刀型も全然ありっていうか両刀推奨ですね。ここはウツロイドを出していって、まあ今技構成見てもらえば分かる通りとりあえずもう岩特殊にはメテオビームを覚えさせておけば強いんで、蝶の前待ってきた。そんなので受けきれるかな、ウルガモス側から。いや実はこいつマットショットとか新たに習得して、いやそれでも4倍弱点しなさそう、ダイアースしてきたりしないですよね。ここはねまあ一応これ、あ虫のささめき、オッケーオッケー、特防クソ高いんで全然効かない。意外とむしろ入ったな今人選手は、さすがのウルガモスといったところ。一応ねこのウルガモスは俺が前作でガブリアス抜き調整目覚めるパワーのあれなんで個体値が微妙いんですけど、ここメテオビームとこ上がってから外すなよ、ぶっ破していく今までメテオビームの一番強い武器もルナトーンとかいうね悲しみを背負っていたんですけど、ちゃんとねウツロイド岩タイプの特殊最強ポケモンが戻ってきました。でこれで俺は素早さ調整をしてるんで C じゃなくて S が上がります。残りをね H に振っているんで、なんかあのウツロイドのさ一番右腕っていうのかな右側に入ってるシリコンみたいなの可愛いですね。さあプテラ出てきて、これはもう10万ボルトで、ダイマックスしてから素早さ上がっちゃってるんで、相手がスカーフ持ってなければ第3打で終わりでしょう。あてかあれか、ダイロックでも抜群か、あしまった、これダイロック打てばよかった。岩に岩って半減って感じしますよね、なんか同じタイプ同士だとどうしても半減っていうイメージついちゃうんだよな。さあダイマックスしていって、相手もダイマックス切ってくると思うんですけど、第3打ジェップって落ちんかな、C 曲ぶりじゃないから、 C 曲ぶりだったら落とせそうだけど、よく水族館とかに売ってるねクラゲドリンクあるんですよ、中にこういうタピオカみたいなのが入ってる、あれを彷彿とする。さあダイマックス切ってきて、おそらくダイアースだと思うんですけど、まあ後ろフェローチタスキ残ってるんで全然大丈夫でしょう。もう一回トリプルアクセルかエレキネット巻けばね終わるので、現在ウルトラビースト一番誰が好きですかね、俺個人的にはズガドーンとかの見た目めっちゃ好きなんですけど、悪事キングはね頑張って使おうと思ったんだけど、とりあえず今回連れてきているメンツはあだね、強化要素ダイマックス相性がいいやつか強化要素が強いやつ、俺あれなんだよな、ズガドーンとツンデツンデとあといった毒のやつ知らないんだよね、一軸艦長みたいなやつあいつらがちゃんと活躍していた、ダイロックって言ったウルトラサンムーンやってなかったからさ、耐えたし物理耐久もうそこそこ、てかプテラの火力がないのか、ダイロック打っていったらこれ試合終わってましたね。あしかも命の弾勝ち確、相手が打ってきたらわもう対戦ありがとうございましたといった感じで、ここはダイアシット打っておきましょうか。いやダイアシットをね打てるのもまた強いんですよ、コウさん。はい、それでは2戦目やっていきましょう。相手のパーティーは美しい並びサンダーヒードランのねコンビ警戒しつつ、カプレヒレよくカプ系の中で一番強いって言われていますけど、戦ってみた感じまだ何が強いか分かんないんだよな多分上手い人が使うとやばいんだろうけど、でもって雪の王がオールラベールハリーのガブリアス発想が待っちゃうとかそういう感じ、
前回さ、アマルルが俺雪降らして使ってなかったから、夢特性の言わなかったんですけど、あいつオーロラベール晴れて電磁波ステレスロック負けるって思うと強くない？しかもまあ高耐久からの機関助けミラー構造とかいうそういうこともできるので、意外と起点型としては優秀なのかもしれない。ナメコさん対戦よろしくお願いします。ウルトラビーストといえば、昔ね、あのサンムーンが発売する前にウルトラビーストはあの登場人物たちがなんか改造されて変貌した姿なんじゃないかっていうホラーストーリーが展開されていたが、レジ、あ、びっくりした、あれレジドラゴなんていたっけと思ったけど、お前か。いや、それすごい信憑性あったんだよな。リーリエとかさ、まんまウトロイドだし、ルザミーネもフェローチュにしか見えんかったから消去法でグラジオがマッシュブーンって言われてたの笑ったけど、アクジキングとかハラでしかないからな、あいつは。だから初めてハラ見たときは、あ、こいつ後からなんかアクジキングになるんだろうなとか思っていたけど、違ったな。それはそれで面白そうなんだけどね。たまにはそういうポケモンホラー要素強い作品ね、たまにあるから、そういう展開でもありだったんだが、あとあのククイ博士の嫁、あいつもね、電磁木に多分寄せてるよね、絶対。あえてそういうイメージを持たれるかのように運営側が寄せている気がする。でもってこの神剣映画181ぐらいあるとんでもない化け物なんですが、今まで、ね、あのメインメポンに恵まれていなかったがヒードラン、これ聖剣で、ハチマキ聖剣でワンパンできます。さあ、リングベルトが入っていって、あ、ちょ、やばい、地震来てる揺れてる、揺れてるけどポケモンやめらんねえ。久しぶりだな。なんか昔ちょっと前まで地震多かったんですけど、最近は収まってきたと思ったが、ちょ、回線だけ大丈夫か、抜けない、怖いぜ。でもってここをこだわっちゃっているんで、一回どうしようかな、もう捨てようかな。ダイマックスして上取ってるんで、ダイナックルするのもありなんですけど、積んで積んで変えるか。特殊耐久あんまないから、積んで積んでがトリックルーム覚えることに俺衝撃なんだけどこれ過去作から覚えましたよね。こいつもね、なかなかいかつい出口していて、さ、見た目があまりにも五重のと、あーっとダイマックス切ってきた、ダイバーンかな。なんでさ、ナットレの草鋼タイプはあんな強く見えるのに、神剣の草鋼タイプはここまで弱く感じるんだろうか。いい加減アイアンヘッドとか覚えさせてくれてもいいんじゃない。何スマートフォンって嫌がらせ。でダイマックス、まあ、そのおかげでね、そのおかげでもないんですけど、ダイマックスがある関係上、今までの貧弱な技のラインナップもちょっとね、火力が足りないっていうのを補えるようになりました。さあ、ダイバーンで一発耐える、えらいえらいえらい、まあ、防御お化けなんですけど、特防もそこそこありますね。で、こいつはこいつでボディープレス習得しているんでまあ一番ハガネールのボディープレス的な感じで、しかも自分でね、トリル負けちゃうし、ビーストブーストでガン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  B 上げていけるんで、一応弱点保険型で使っているが、ヨプノミとか風船とかでもありかもしれないですね。で、ここ相手、多分ダメージ見た感じ、大スチールとかで B を上げながら殴ってくると思うんですけど、あ、大アースか、まあ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 、どちらにしろね、聖剣は相手の能力変化無視なんで、あんま関係ない。進んで進んで、何も仕事がなく死んでしまった。これやばいな、後ろガブリアスでしょ。ガブに対して、まあ、アーゴヨンがいるから、俺ずっとアゴーヨンかと思ってたんだけど、こいつアーゴヨンなんですねアゴーヨンの方が可愛くない？アゴーヨンちょっと惜しい見た目してんだよな。なんか毒ドラゴンっていうめちゃくちゃね、かっこいいドラミドルと同じ、俺毒タイプフェチなんですよ。クロバットしかり、ロズレイドしかり。でもって、てかそろそろクロバット使いたいなまだ相棒が一番好きなポケモンこっちに参戦してから、パーティー全体で戦ってるせいで単体のポケモンも取り上げてない。よくね、まあ、ポケモン実況者ってみんなポケモン単体ずつ上げてると思うんですけど、俺どうしてもね、それやると動画の尺が持たんというか1試合で見せれるもの全て終わってしまうから、こうやってパーティー全体でね、戦う方が、まあ、見てる側はおもろいかなと思ってやっているんですが、まあ、その分育成がクソ大変っていう。もう他、俺1対1体だったらもうすでに何回やった ?4 回ぐらいやってますよね。5回ぐらいか、すでに30回分ぐらいの動画出せるぐらいのネタは用意しているんだが、悩んでいる。まあ、ここで神剣が出てきたことに焦りますか。はい、せいな、次これがこだわり始めていいダメージ入れてくれるね。今のダメージ見てもらえば分かる通り、タイプブリッジなのに、まあ普通のヒードなら、ダイマックスしていなければワンパンできると。ただ特殊がね、ペラペラなんで、相手の真空波とかでもね、死んでしまう。かなりかわいそうなポケモン、めっちゃちっちゃいんだよな、後ろ連れ回しすると。ユクシー、アグノム、エムリットとかもね、意外とちっちゃいんですけど、アーゴヨン出していって、なんかこれ何なんだろうな、なんでこんなちょっと若干下半身がダサいのか分からんけど、メガスピアっていうかスピアリストされたな。バタフリーだけ採用されてるのに悲しい。これ大ドラグーンで落としますよね。命の弾持っているんで落とせるでしょう。さあウルトラボール、今作ウルトラボール以外でもさ、
ウルトラビースト捕まえれるようになったことによって違和感やばいんだよな。こいつはもらいものなんで勝手にウルトラビースト、いやウルトラボールに入っていたんですけど、ダイマックスアドベンチャーを何回か進めていたらいました。話しかけるともらいます。でもってここ落とせなかったら割とやばい。竜の波動とか持ってますよね。耐久あんまないんで大ドラグーンで、あー落とせる落とせる、オッケーオッケーオッケー。もうこいつね、元から高い素早さと大アシットの相性が、いや急所、いやでもさすがに落とせたでしょうし、高いし身の玉持ってるし、でビーストベストで上がっていくことによってもうスカーフガブリアスの上を取りました。あとは助けがいるかいないかだな。ダイマックス潰してしまってるんで1回くらいなら耐えてこられても大丈夫な気がするが、この1体だけでもね残っていたら全抜き性能を持ってしまうウルトラビーストたちの恐ろしさ。サンダー、あーサンダー微妙いな。プレッシャー放ってきていて、ワンパンはできないだろうけど、ここダイアシットで軽く上げますか。ダイアシット上げてからの流星群まだ打ちたくないんだよな。ダイアシット、ダイアシットで落ちるかな。威力弱いんでしょうね、ダイアシット。あ、はい、入るな。ダイドラグーンだったら飛んでたか。これトップ上がってサンダー硬いイメージあるんですけどね。暴風当ててきた。こんなんだけはやめてくれ。命の弾、意外とじゃあ耐久もありますね。よく晴れなんか暴風ってきたな。命中50とかだよね。あ、それ雷だっけ。で、このダイアシット結構俺あのにわか知識多いんですよね。にわか仕込みのポケモンマスターだから。で、今作絶対レイドあの氷タイプに効かないって俺知らなかったんですけど、それいつからそんな仕様になった。俺マジでネジ切れ止まってんな。レジドラゴここで出てきたらもうおしまいじゃね。毒を受けてきてダイマックスターンを枯らそうという判断かもしれないが、特殊が2段階上がって S も1段階上がっている。もう誰も俺を止める。あ、あれか、まずいか、これ命の弾のダメージ落とそうとかそういう感じ。32148、8分の、あ、いや、あと2回打ってるでしょ、これ技。ヘドロウェーブで、上から殴っていって、半減でも関係ありません。ちょっと流星群外し怖かったんでね。ヘドロウェーブに頼っていって、これで、ね、S がもう1段階上昇、命の弾で落ちても、こっちの勝ちになりますからね、なんつったって。はい、耐えていく、18、しかも、あと1回耐えるし、余裕で。そこら完全に積んでしまったでしょう。アーゴヨン強いな。え、毒統一パーティーやりたいんですけど、せっかくだから二度キングとか二度クイーンとか入れるか。新たに追加された、絶対今の環境やつらついていけないと思うけど、はい、交差選ばれました。対戦ありがとうございました。はい、それでは3戦目やっていきましょう。相手のパーティーは普通のボルトロス。あいつって霊獣じゃない方が強いんだっけ。いたずら心持ってて、一つ質問なんですけど、今作ってそもそもトルネロスとかボルトロスってどうやって霊獣フォルムに変化させるんでしょうか。でもってガラルファイヤー、ガラル山頂の中で一番落ちこぼれと言われていますが、これ相手パーティー間に合ったか。0秒になってるけど、カバルドンから出てきたら間に合っていない。ガラルファイヤー強くない、気のせい。まあ、確かにフリーザーとサンダーも強いけど、ガラルファイヤーはガラルファイヤーでね、逆上弱点保険型とかいろいろやれることは広いと思うんだが、冬打ちイカ様持ってるし、まあ技範囲は一番狭いんですけど、鬼火ぐらいね覚えてくれてもいいと思うんですが、スイ君これ気をつけないとな。絶対レイドとか神速とか三剣がねいろいろと強化されてるんですよ。まあ今までね配布でしか覚えなかった技をちゃんと覚えるようになっていて、次回ね三剣の動画撮ろうとしてるんですよ。で、今フリーマってさ、せっかくだからさ、フリーマでしか使えないポケモンとか使うのもありかもしれませんね。俺マルスケルギア使いたいんだよね。マルスケルギアと再生力4っていう夢特性カプセル使ってやりたいんだが、ここはスイ君に大草原でいきましょう。まあ相手からしたらね有効だないって思っちゃってるかもしれないが、ソーラービームをこのようにねダイマックスということによって、スイ君多分瞑想とか積んでくるんじゃないか。まあ波乗りとかで殴ってきた場合は一発で死なないんで大丈夫でしょう。で、これズガドーンねちょっと注意しなきゃいけないのが、まあ俺ニトロチャージ型気合のタスキニトロチャージで使おうと思ったんですけど、最初今作ニトロチャージ覚えないということで、まあ永遠に振る意味が完全になくなりました。無駄に A 高いんだよな。はい、大草原、まあ、一撃では落とせないと思うが、硬いから。あ、でもいいダメージ入れるね。いいね、いいね、いいね。で、これで、大草原、巻くことによって、自信はね、半減できるんですよ。で、この、神耐久でも、まあ、ちょっとは耐えてくれるんじゃないかなって、思いの、大バーンで、左、晴らしてしまえば、あ、いやね、水技を半減しつつ、こいつがダイマックス、溶けたターンも、不意のソーラービームが打てるっていう、なかなか、いい相性をしているんですけど、まあ、トリックは、大ウォール用と相手の、ね、耐久潰しに持っていて、まあ、ビックリヘッドビックリヘッドさ あんま使う場面ないんだよ。ビックリヘッド HP 調整すれば3回打てるかなと思ったら2回しか打てないせいで、あまり使いどころが。でも恐ろしいのがランドロスとかワンパンできますから、
H、H ねや。あ、H 減ってたら無理なのかな。C 曲ぶりの、ズガドーンで、ビッグレッド、乱数一撃か、確定一撃のどっちか。なので、初手、こだわりスカーフ、ズガドーンで、ビッグレッドで相手みたいに持っていくとか、なりいいんじゃないでしょうか。あ、で、このね、大草原のちょっといいところ。一回ビッグレッド打った後に、ちょっと回復するじゃないですか。8分の1か16分の1か、わかんないけど。それのおかげでね、ビッグレッド3回打てるんですよ。でもって、こう間違いなく、過激してくるだろうから、はっ身代わり、なんだ、ちょ、身代わりは予想外。影打ち持ってない、読まれたか、大ボール。しまったな、これ別に大ボール、貼る意味もなかったんだけど、影打ち確認してから後ろ下げるか、ちょっと大草原の回復稼ごうとか、思った淡い心が見透かされている。積んで積んで、に変えましょうか。ミミッキュから積んで積んでに、いやもうミミッキュは時代遅れよ。お前みたいなやつがついてこれる環境じゃないんだ。積んで積んでで、相手有効だ。鬼火とか持っていたらめんどくさいけど、なんか変なミミキなんだよね、身代わり持ってるってことは。影打ち大丈夫大丈夫。これは痛くも痛くも回復もなさすぎだろ、さすがに。大草原の回復量の方が多いんじゃないか。 B 脅威の今実数値どんぐらいだろう。200258ぐらいあった気がするけど、本当はね、鉄壁ボディープレスにしようかなと迷ったんですけど、鉄壁をね積むまでもない。大シールとあとあのビーストブーストによってガンガン B 上がっていくんで、 A もね無振りでもそこそこあるんですよ。なので、いや、もしかしたら B 振らなくてもいいかもしれない。 HA とかの方が強いかもしれない。はい、トリックルーム巻いていって、なぜこいつがトリックルームを使えるのか。今回は風船型にしているんですけど、まあ、風船の方がやっぱ強いですね、お盆とか弱点保険よりも。呪われていくのめんどくさいけど、確定数ずれそう、あれのおかげで。あ、草原のおかげでずれるかと思ったけど、消えてしまった。さ、この化けの皮と身代わりが両方残ってる状態めっちゃめんどくさいんですけど。相手、多分これ身代わり、鍵打ち、呪いとかっていうことは、あのメンヘラ型ミミッキュ、トレイルのやつですよね。俺がトリックルーム巻いたから、困惑してるんじゃない？じゃれつく？あれ？全然意味わからん。全然意味わからん、ミミッキュや。身代わり、呪い、じゃれつく、鍵打ち。トリルじゃないのか、まあ、相手のパーティーそんな遅いやついなかったから、行って一回ここはジャイロでちょっとすいません、あとでくしゃみのとこだけカットしとこうと思います。いや、でも俺のくしゃみ聞きたいがために動画見てるみたいな人もいるかもしれないから、そこはカットするわけにはいかねえわ、めんどくさいだけや。ジャイロボール、最近はね何花粉っていうのか分かんないけど、もう今秋なのかな、もうさすがに秋か、秋花粉でね、ちょっと鼻がやばいんですけど、化けの皮、外に出ていない俺でも花粉症になってしまう。じゃれつくで、なんでこれじゃれつくなの、影打ちの方、いや、半減あんま変わんねえか、じゃれつくの方が入んのか、半減じゃれつくの方が影打ちよりもダメージでかいか、あー、そっか、でかいか、60の、うん、そうですね、合ってます。影打ち打ってきて、落ちないぜ、まだまだ俺はお前をちゃんと道連れにするまでは死なねえずと。ツンデレさん、やりますね。ジャイロボールがいい火力出すんだよな。もともとのね、S がとんでもなく低いせいで。わりかし仕事をしてくれて、B 上がるが、もう呪いで退場。後ろでも、まだこだわりスカーフ、ズガドーン残っていますよ。ビッグレッド、技モーション可愛いんですよね。ホッピングシャワーを巻き散らしていきたいが、これあと言って後ろ何やってっけ？あ、移ろいとか。とりあえず移ろいとから、行って、メテオビームが、通り良さそうだったんで、やっぱ岩技の通りは素晴らしい。何を出してくるか、ボールトロス。こいつって霊獣じゃない場合何なんだ何してくるやつなんだ、身代わりぐらいしか分からんけど、もうメテオビーム打っていいよな、これ容赦なく。あ、大魔切ってきた、特殊か物理か、だいぶボール、だいぶボール、ボールトロス、ボールトロスかっこいいやな。でも電気飛行って生まれついて最強なタイプ、サンダー、ボールトロス、エモンガとかね、エモンガだけ格好時間すごいけど、ダイマックスボルトロス、パワービームで、パワービームじゃない、メテオビームでワンパンできないかな。ダイジェット、これは構わん、いあ、物理か、いや、このダメージさすがに物理、あ、物理なんだこいつって。さあ、命の弾で削られていって、メテオビームがどんぐらい削ってくる、てかやばくねこれ、ダイジェットで上げられてるからズガドーン抜かれるんだけど、元の S115 ぐらいありますよね、こいつ。いたずら心なくても。持ってってくれ、いけー、強っおいおいおい、
石炭山だったら無理だったぞ、これ泣いてるぜ、石炭山。こっからね、さらに S が上がっていくと思ったら、いや、ウストロイドが一番強いな。ダイマックス、ダイアシットの相性いいせいで。はい、それではラストやっていきましょう。相手のパーティーはまたボルトロスいる、霊獣ランドもいて、トルネロスも入れてあげて俺霊獣トルネロス一番好きなのに誰も使ってくれない、弱いのかな。でもって今回のウルトラビースト仲間外れ、鉄火や、ちなみにあいつが一番強いです。どう考えても鋼飛行からのダイジェット大出る、宿り木守る身代わりとかね、そういう害悪方もいるんで、俺が使ってない理由はシンプルに嫌いだからです。さあ、でもって神剣があまりにも使えなかったんで、今回マッシブに変えているんですけど、それといっていきましょうか。冷凍パンチでランドロスにね役割持てるので、レジロック、まあ、レジロックもね突撃チョッキとかでかなり耐久が厚めに振られているので、アスラさん対戦よろしくお願いします。なんか若彼氏ローズみたいな見た目してるけど、レジロックね、砂嵐自分で負けて突撃チョッキとかで D も高めてくるといよいよ止まらなくなってしまうから、そこを注意せず、ランドロスレベルボール、マジでランドロス持ってるやつの戦術率 100%。 しかも相手色違い分かりにくいな。ここはさっき言った通りビックリヘッドでワンパンできるんですけど、気合のタスキかスカーフだったらめんどい。いや、まあいいか、とりあえず何も考えずトリックでもありじゃね、これ気合のタスキかなん、タスキだったらトリック正解、ステロだったらトリック正解、ガンプーだったらトリック正解ということで、もうトリックしか頭にない男。さあ、こちら何がもらえるか、こだわりスカーフを手に入れた、こだわりスカーフを手に入れた、うんやらかしいスカーフランド初めてなんだけど、今作当たったの。しまった、じゃあビックリヘッド打ってもよかった、変にステロ読んでしまった。タスキとか警戒してくれよ。ここ積んでから行きましょうか。まあスカーフ固定させてくれたんで、あれ元からスカーフだったんであれなんですけど、もう相手自信しか打てませんよ。ここは積みの起点トリックルーム巻いていきましょう。さすがに交代でしょ、トンボもできないし、ここでダイマックス技切ってきたとしても今風船状態なんでね、一回殴ってからじゃないとダメ。さあ悩んでいる、引っ込めた。よくあの風船の表記をね見忘れて自信そのまま打ってくる人いるんですけど、親友のレジロックすごくね、2つの持ってんの伝説のトリル。これレジロックも相当遅いが、さらにその下を行ってるのがツンデツンデちゃん。ジャイロの火力出ねえんだよな、ダイマックス切るか。ダイスリーで B 上げていこう。あ、待って、やばい、あれ多分持ってる、ボディープレス持ってる。同じ B200 のヨシミとして勘弁してくれないか。4倍弱点ボディープレスはなかなか痛いぞ。一発は耐えてくれると思うんですけどね、自信打ってくれ。何かの間違いで、まあ、ランドロス引いた時点で自信絶対打ってこないんですけど、さあここ第7飛ばしていって、中身見えますね、なんかダイマックスで。とあっ、入れてくれるの、え、無振りだぞ、無振りでレジロックにこんだけ入れてくれるのは上出来、半分入らんかと思った。ボディープレス勝った、え、勝った、硬すぎて引くレベルで硬い、嘘でしょ。エッチ、のび太さんのエッチ、レジロックだけかわいそうだよな、エッジ型の展示つけられて、嫌がらせだよな、どう考えても他のみんなの展示かわいいのに。さあ中がめっちゃ目玉だらけになってる、演武じゃん、あの演武だっけ、陽武だっけ、無限列車編の加減の敵いっぱい目玉出すからな。さあランドロス戻ってきて風船割れたんで、ただこいつさ大出力からの、いけそう。あー、威嚇は、あれ威嚇ってボディープレス関係ないですよね、第7位1位の。もしかしたら、あ、半分入らない、もしかしたらっていうか、さっきのボディープレスのダメージ見る感じさ自信耐えそうじゃね、ここダイオールボディープレスじゃなくて普通に第7位ぶっぱしていいでしょ。トリルターンがあと1ターンかな、はい、第7位で2段階上昇どころか3段階上昇って 2.5 倍だっけな、実質値500ぐらいありますよ多分今。トンボ、あ、全然大丈夫、全然減った、体力今体力今減った、2とかしか食らってなかった気がするけど、威嚇で受けますとかそういう感じね。いやー、それじゃね受けきれないんですよ、このツンデツンデちゃんは。残念ながらボディープレス両刀型 AC ガチ両刀じゃなくて AB ガチ両刀だから、これねボディープレスと相性いいポケモンはここがねいいですね。 B3 段階上がってるんで、もうボディープレスの方が火力出て、なんならどっかでもう一回取れる、負けたいけどどうしよう、このターンは、あ、なるほどね、
ランドロスに対してさ、トリル巻いてよくれ。その HP のランドロス死ぬわ、ボディプレイで死ぬわ。威嚇を巻いてくるが関係ござらん。しかもこれありがてえな、ここでランドロスが落とせたということはもう後ろ相手レジロック以外4倍弱点つけるやついないでしょ。でも弱点をつかれることに関してはやばい、ビーストブーストで4段階上昇、3段階アップだから280×3 ということは560の800ぐらい、やばくね、ガバガバ計算で申し訳ない。レジロックもう一回出てっけ、こいつは。いやさっきのダメージ見るよりもトリクルーム巻いていいでしょう。ダイマックスってダイアースって言っても体力する。ボディープレス全然構いませんよ40ぐらいしか入ってない。トリックルームもう一回巻いて、これで後ろの全抜きルートまで確定してしまったんじゃないでしょうか。ボディープレイさらにウルトラビーストでどんどん B が上がっていく。誰かこいつのボディープレス止めてくれよ。え、一番強いんじゃない、強化内容。ボディープレスという技が追加されただけで七色一気に人生バラ色生活始まりましたね。積んで積んで、まあ分からん、俺が今までこいつを知らなかっただけで元から強かったのかもしれんけど、アゴーヨンとズガードンよりも全然強い。ズガードンじゃない、ズガイドスよりも。またボルトロス出てきた、ここ普通にやばいんだけどここまで来て負けそう、こんだけ無双してくれてるのに負けそうなんだが、後ろのマッシュブーン役に立たなすぎじゃね。いやトリックルーム巻いてるんで、うん、あと3ターンあるでしょ。ドリルがあるから一発ボディープレス、これ6ブラよりもね、多分ボディープレスの方が入る。タイプ1弱点ロックブラストよりもタイプ不一致半減ボディープレスの方が入る世界。まあ威嚇入れられてるんでね、威嚇入ってなかったらさすがにロックブラストだったかもしれませんけど。さあダイマックス切ってきて、レーパーン圏内まで持っていってくれねえかな。いやでもダイマックス3減はきついか。さあここボディープレス打っていって、入りすぎだろ、やばっ。これダイマックスじゃなかったらワンパンだぞ。ダイナックル気合玉かな。あ、物理おい待て待て、3盾積んで積んで、いやこいつ命の玉でこれ4倍弱点。ちょっと積んで積んでさん、始まったぞこいつ積んで積んで対戦ありがとうございました。ちょっとこれは積んで積んでの時代、積んで積んでだけをサムネにしたいぐらいに活躍していた気がするが、まあ、他のねウルトラビーストも強くなっているんで使ってみてはいかがでしょうか。次回は三剣&ルギアでやっていこうと思います。